マッキー M33 マッキー M33 マッキー M33 はシュナイダーアトルフィーレース専用機として1925年に製作された飛行艇である。マッキー M33 マッキー M33 は権翼単用の短座飛行艇で、当時としては空気力学的に洗練された飛行艇であった。型持ちの主翼は薄翼で翼端に補助フロートが装着されている。 イタリアには競争力のあるエンジンはなかったので、1923年のレースで使われた507馬力のアメリカ製カーチ d 1 2エンジンが流線型のナセルで覆われ、支柱で機体の上部に装着された。ラジエーターは平板型で近代的な表面ラジエーターに比べて時代遅れとなっていた。エンジンは疲労しており、出力不足であり、 故障も多く、主翼のフラッターに悩まされた。1925年、アメリカ合衆国のメリーランド州ボルチモアで開催されたシュナイダートルフィーレースに2機の M33 が参加した。リッカルド・モルセッリの登場する1機はエンジン点火系のトラブルでリタイアしたが、ジョバンニでブリガンティの M33 はエンジンをフルスロットルにできず、7周のレースの2周目でコースをミスしたが、 平均速度時速 271km で3位に入賞した。1位は、平均速度時速 374km のジミー、同リットルの操縦するカーチス R3C-2 であり、2位は、ヒューバートブロードのグロスターイーヤの平均速度時速 321km であった。マッキー M33 は、シュナイダートルフィーレースに参加した最後の飛行艇となった。 その後の末期はカーチスを真似て水蒸気スタイルの機体でシュナイダートルフィーレースのエントリーを狙うこととなる。ありがとうございます。